悟空の無事が分かってから約1年の時が過ぎた。そんな中、突如として地球に飛来した邪悪な木、それはなんとフリーザの木だった。悟空のいない今、地球の命運は絶望的と思われた。が、誰もが諦めかけていたその時、謎の少年が現れ、フリーザをあっさりと倒してしまった。少年は一足遅れで地球に戻ってきた悟空に対し、自分は未来からやってきたベジータとブルマの子供、トランクスと名乗り、3年後に恐ろしい人造人間が現れると伝えるのだった。フリーザをも圧倒したトランクスをして、恐ろしい存在と言わしめる人造人間、果たして悟空たちは勝利することができるのだろうか。武道大会に参加してくる。気ぃつけるだぞ、悟空さん。死なねえでけれ。それと約束してけれ、ご飯ちゃんは戦わせねえって。じゃあ行ってくる。あ、悟空さん、戦うかもしれねえんだ、ご飯ちゃんも。早速オラから戦わせてもらおうかな。いきなり貴様からか。一番の楽しみは最後に取っておきたかったのだが。本気させたよ。殺してしまうか。
孫悟空、どうして戦いをやめる？セルゲームで戦う者がいなくなれば、この地球の人間どもは一人残らず死ぬことになるんだ。アンチゲーすんな。戦うやつがいなくなったわけじゃねえだろ。おめえの出番だぞ、ごはん。悟空たちのおかげでセルゲームは終わり、セルは完全に消滅した。地球はまたもや救われたのである。しかし払った犠牲も大きかった。セルとの激闘の末に死んでしまった悟空は、なんとか生き返らせようとするゴハンたちに語りかける。オラがいねえ方が地球が平和な気がすんだ。だからよ、土やご飯には悪いんだけど、生き返らせてくんなくていいや。そしてトランクスは未来に帰っていった。新しい時代の始まりである。